どうした？いらねえぞ。ちっ、ふん、侍の陣所が、いけない、続いてきます。お前たち、ついてこい。住民を助ける。紅月、お前は鬼を撃て。生きては返しません。腐ったりゃ。怪我人を助けろ。誰でもいい、動ける者は手を貸せ。ダメだ、もう死んでる。かなりやられた。まだ大勢瓦礫に埋まってる。手を貸してくれ、博士。お前の医術が必要だ。任せておけ。一人でも多く救おう。マナズル、無事だったのね。どうしたの？どこか怪我でも？椿、落ち着いて聞いてくれ。和江殿が、父さん、子供をかばって瓦礫の下敷きに。すまない。嘘よ、父さんが死ぬなんて。そんなの嘘。父さん、椿、お前なら一人でもやれるな。駆けまくも賢きイザナギの狼。つくしのひむかの橘のおどの阿波に払い、みそぎ払えたまいし時になりませる払え戸の狼たち、もろもろのまがごと、罪汚れあらんおば、払えたまい清めたまえとまおすこと、きこしめせと、かしこみかしこみまおす、その魂は永遠に私たちと共に。どうか安らかにお眠りください。
放っておいて。私は自分が頑張れるのを知ってる。でも今はどうしてもダメ。ダメなのよ、父さん。ところに来たな。また息抜き、いや視察をと思ってあの通路を通って出てきたのだ。やはり外は活気があって良いな。だが皆沈んだ顔をしている。何かあったのか。元気になってほしい者がいる。なるほど、私に協力してほしいのだな。よし、任せておけ。全力で励ましてやるぞ。すごいわね、放っておいてって。かぐや様、椿ではないか。元気がないというのはお主のことか。こんなところで一体何を。ちょっと視察をな。やくもには秘密だぞ。ちょっと何
何考えてるのよ。ヤクモに見つかったら殺されるわよ。それとこれとは。椿、私は里を視察したいのだ。よかったらその友をしてくれないか。かぐや様、わかったわ。私はこの絵かぐや様を守るのが務めよ。一緒に行くわ。よし、では出発進行だ。いらっしゃいませ。おや、いらっしゃいませ。ありがとうございました。確かに悲鳴が増えている。先日の攻撃で死者が出たというのか。そんなはずはない。私が結界で守っているではないか。戸様の居住区が、私の結界が届かない場所がやられたのか。そんなバカな。ヤクモ、私に黙っていたのか。刻まれている名は戸様ばかりか。私はこの名すら知らなかった。いや、これは和江。あの者が死んだというのか。子供をかばって瓦礫の下敷きになったそうです。私は何という愚か者だ。見知った者の死さえ知らずに安穏と過ごしていたというのか。私の力が至らぬばかりにすまぬことをした。すまぬことをしたな、カズエ。かぐや様、父のために泣いてくださるのですか。ありがとう。でもあなたが悪いわけではないのです。だからもう泣かないで、泣かないで。
かぐや様は岩屋とに送り届けたわ。やくもの慌て顔が見ものだった。ねえ、私行くわ。あの鬼を倒さなくちゃ。私は物の符だから。それにかぐや様に重荷を背負わせたままじゃ父さんに顔向けできないわ。いつまでもくよくよしていられない。お願い、一緒に戦って。そう言ってくれるって信じてた。目指すはもののふのてっぺん。こんなところでつまずいてられない。見てて父さん、私があの鬼を倒してみせる。博士、やってやる。なるほどな。私に任せよ。Thank you.